死体ならお前気持ち悪いのかよ。いや、それはない。みっちゃんならいいんだよ。みっちゃんなんだから。でも死体になったのは俺なわけで、俺の死体なんか、俺は気持ち悪いわけで。だからみっちゃん。高一の唇はとても冷たかった。昨日の夜、俺は俺の家に高一を初めて泊めた。腹減ってないのか。うん、大丈夫。昼も食ってないだろ。うん、全然平気。みっちゃんのお母さん料理上手だな。うちと違ってだいぶおしゃれ。いや、これは家政婦さんが作ってくれたやつだ。母親はとっくに死んでる。え？今余計なこと言ったとか思ってんだろ。知らなかったから。謝るなよ。言ってなかったってか、あえて言うのも別にって感じだったから。もう10年以上前の話だし。そっか。ごめん。だから謝るなっつう。くじった。余計なことを言ったのは俺の方だ。高一に死を実感させてしまってはいけないと思った。宇宙人とか UFO は信じられるけど、生きてる死体なんて信じられないよ。信じるも信じないもないだろ。実在してんだから、ここに。そうだけど。それにこういうことはたまに起きるもんだ。え？俺幽霊見たことあるし。マジ？うん、母親なんだけどね。嘘。足もちゃんとあって、目だって合う。みっちゃんのお母さんには悪いけど、正直怖い。怖いって感じじゃなかったかな。生きてる時のは怖かった。なんかいつも睨まれてて、子供にも容赦ないっていうか、とにかくすごく厳しかった。頭撫でられたり抱きしめられたりした記憶もない。
赤ちゃんの時あったんだろうけど、さすがに覚えてない。へえ。病院に見舞いに行く時なんか緊張したもん。いい子にしてますか、勉強はしてますか、好き嫌いしていませんか、極めつきは姿勢よくしなさいだもんな。でも幽霊の母さんは目が合うと優しく笑ってくれて、あんな顔生きてる時には見なかった。そっか。とにかくさ、心臓が動いてないだけで、あとは普通じゃん。いや、普通じゃないな、スペシャルだ。怪我しても痛みもなく元気でいられるなんて、なんなら無敵モードじゃね。スーパーヒーローっていうか、格闘技とかしたら世界取れるかも。でもみっちゃん、やっぱ不気味だろ俺。そんなことないって。俺がみっちゃんの立場ならすげえ気持ち悪いと思う。俺が死体ならお前気持ち悪いのかよ。いや、それはない。みっちゃんならいいんだよ、みっちゃんなんだから。でも死体になったのは俺なわけで、俺の死体なんか俺は気持ち悪いわけで。だからみっちゃん。高一の唇はとても冷たかった。俺の体温を分けてあげたかった。気持ち悪いと思ってたらこんなことできないだろ。みっちゃん、だからお前は余計なこと。みっちゃん。みっちゃんはやっぱりみっちゃんだ。みっちゃんが俺のことを思ってくれるだけで十分だ。その嘘だろ。みっちゃん、俺なんか熱い。本当だ、熱い。体温が上がってる。ああ、ダメだ。みっちゃん、俺痛いんだけど。光一、やばいんだけど。
なんかそれ変は、その声やばいってバカ。みっちゃん触らせて。おやすみ、みっちゃん。高一の腕の中で眠る。暖かい、何とも言えぬ幸せで特別な気分だった。これが安らぎ。